キャラハンはアメリカ海軍の駆逐艦、フレッチャー級駆逐艦の一隻韓米は第3次ソロモン海戦で戦死したダニエル・ j キャラハン海軍少将にちなむ。少将は戦死後、作戦中の英雄的行動により、勲章を授与された。キャラハンは1943年2月21日にカリフォルニア州サンフランシスコのベスレヘムスチールで寄港した。 1943年11月27日の浸水式にはコディー J キャラハン夫人も参加し、艦長 FJ ジョンソン中佐の式の下収益した。1944年2月5日にアメリカ西海岸で第5艦隊に編入され、タンカーの護衛及び紹介任務に従事する。6月から第5艦隊の一員としてマリアナへ進行、サイパン島、テニアン島、 グアム島攻略に参加し作戦終了後、エニウェトク干渉に帰還した。キャラハンは引き続き、フィリピンへの反抗作戦に参加、ミンダネオ島、ルソン島への空襲を行う、米機動部隊を援護した。10月にオーバーホールに入り、終了駒もない10月14日に大規模な航空攻撃を受けたが、キャラハンに大きな損害はなかった。その後はレートを機換戦。 洋党の戦い、沖縄戦など対戦末期の核作戦に参加、米機動部隊の日本本土空襲にあたっては、東京近海まで出撃したこともある。キャラハンは、沖縄戦最中の1945年7月9日から、艦隊外周で搭載レーダーを使っての遠距離紹介任務に従事する。7月28日、突如ぎこちない操縦の木星服用機が現れ、 猛烈な対空砲火を低空でかいくぐりながら、喫水船近くの機関室に突入、貫通して爆発した。特攻機が、キャラハンの猛烈な対空砲火を耐え抜けたのは、近接新艦が、木星の機体に対しては作動しなかったためだった。キャラハンの乗員は、機関室の消火、復旧作業に全力を尽くしたが、やがて火災は近接の弾薬庫に引火し、 0235時に47名の乗組員と共に沈没した。なお、キャラハンは、神風特別攻撃隊の攻撃で撃沈された、最後の艦となった。キャラハンは、第二次世界大戦の先行で8個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。